皆さんこんにちは将棋ニュース速報をご視聴いただきありがとうございます今回は伊藤園大井お茶杯第65期大井戦7番勝負第5局より藤井壮太を痛い,い渡辺明九段の ai でも読めなかった23手詰めを解説していきます 本局は藤井がダブル衛星称号を獲得という快挙となりましたが、その裏では渡辺九段の嘆きや藤井城跡とも呼べる序盤緊急の数々が繰り出されました。今回はそんなポイントを5つにまとめて初心者の方にも分かるよう丁寧に解説していきたいと思います。解説者は一撃、体振り飛車、ヘナチョコ急戦を出版、また来月号の将棋世界読み切り講座を担当する将棋王津八段のシュガーです。それでは参りましょう。 さて、それではやっていきたいと思います。まず、一つ目のハイライトに入る前に、こちら、渡辺明九段の X に投稿されたポストから少し見ていきましょう。渡辺明九段は対局直後に、伊藤園、大井お茶杯、大井戦 敗 1> 1敗で敗退しましまた第2局を終えたところでは今までの番勝負よりは戦えてる気もしましたがそこから藤井王位の出来が尻上がりに良くなっていて結局はいつもと同じ感じのスコアになりました4局目5局目は序盤研究も含めていいところがなかったのは実力通りとはいえ残念です3局目までは序中盤の別れだけ見れば今までよりもやれていたかもしれませんが終盤力に差があるので多少先行できていても勝ちきれなかったです せめて、一曲目を勝ち切る力があれば、もう少し番勝負が続いたかもしれないかと思うと、魅力さを泣くよりありません。応援ありがとうございました。このように呟かれています。まあ、特にこの最終曲、第5曲では、藤井聡太王位の神がかりの序盤研究が披露されるようなところが数々ありまして、まず感想戦で判明した一つ目がこちらとなります。 現局面は44手目藤井聡太王位が封じ手とした局面になりましてここで2日目の封じ手では56歩と突かれていたんですが実は現局面藤井聡太王位はこっちの方が良かったんじゃないかとそのように後悔されている場面がありましたそちらというのが24歩という手になります以下同歩にそこで56銀と打っていきます ちょっとこの銀打ちは一目ですとなかなか狙いがわかりづらいものなんですが、ここからさらに進めていくと徐々に分かっていきます。 4四,四角に、この次、4五銀と飛び出していくのが、序盤から銀を捨てていく恐ろしい手で、まあ、ここで同金と取っていくしかないんですが、そこで4六歩とついていきます。この手順を見た渡辺九段は、目をパチクリとさせていたんですけれども、後ほど先手の藤井王位としては、例えば同金と素直に取ってくれれば、そこで2四車と走った際に、まあ、最後、2一の軽取りと、4四の角取り、両取りが残りますので、これで十字飛車炸裂で先手優勢となります。一応変え 部分的にはこの筋というのが5六歩そして4四角にそこで2四歩同歩。 えそして5、5五銀と打っていけば、同じような形ではあったんですけれども、えこのようにやっていきますと、これ今度5六型ですと、同金、そして2四飛車の際に、今度は6六金と出て、えここで7八玉と引いていくぐらいなんですが、以下6、6七銀から超手数の大手飛車炸裂の順があります。同金、同金、同玉で、えそこで、ま、ひとまず、こう、銀を打っていきますけれども、以下5、5八玉に5七銀なりとなって、 同玉と無理やりこの5七地点玉を持っていけばこの5六歩型が非常にアダとなっていて最後に3五角と飛び出ていけばこれで大手飛車炸裂後手優勢となります渡辺九段は一応この5五銀から2四飛車という順ですと、まあ、そのような手が見えていたということはおっしゃっていたんですがただ2四歩そして同歩に5六銀と打って先に銀を捨ててから4六歩とついていくのは、まあ、本当に盲点となりやすいような順で、まあ、本当に本譜の順でも藤井 大位の方が有利ではあったんですけれども、まあ、こちらも藤井聡太王位の方が AI の評価値有利となっていましたのでも,うもはや神としか言いようがないような最強手順、天競豪や若手プロも今後参考にするであろう衝撃的な序盤戦でしたそして2つ目のハイライトはこちら。 現局面は63手目、本譜は56歩と打った局面となっているんですが、まだまだ藤井聡太王位の感想戦ハラスメントは続きます。ここでも藤井王位は本譜の順でも有利ではあったんですけれども、感想戦の際に見事自力で最前線を発見されていました。それが歩と言うてになります まあこれ取りますと、この後に24飛車と走って、まあ21の軽取りですので23歩と打つしかないんですが、そこで54飛車と回って、先に歩を釣り上げた効果によって、これがまた玉と銀の大手銀取りとなっていて、十字飛車炸裂、先手優勢となります。まあつまり消去法で後手の渡辺九段はこの54歩と進んだ場合はこの歩取ることができないんですが、以下66歩に53歩なり同銀に7一角、そして52飛車に24飛車から23歩、そして74飛車と回って、 ま本当に超手数の順なんですけれども藤井王位は、いや、こちらの方が良かったですかねと、まあ、そのように述べられていました渡辺九段としては序盤から少し悪くしていたという実感があったようで、まあ、いずれにしましてももう負けなんだろうとそのような雰囲気だったんですけれどもそれにさらに追い打ちをかけるようなこの藤井王位も恐るべしというところです。 そして3つ目のハイライトがこちら。現局曲面は69手目、44射と藤井大井が飛車をこの狭いところに逃げた場面となっていまして、この3つ目が特にもう凄まじい AI 越えの順、まさしく神手順が炸裂していたわけなんですが、まあ、これは本当に、ま、高度かつ繊細な順ですので、なるべく丁寧に解説していきたいと思います。まずここで、渡辺九段側からすると、さすがに何か自分にとっていい手順がないか、探ることが第一優先となります。そこで後手としては、 ま本譜はここで一度7七銀なりとなってから、そこで銀を補充して4三銀と、まぁ、あ、時々に手堅く打っていったんですが、変えて3四金と打って、これで飛車を捕まえるような手もありました。ただ恐ろしいのが、どうやら、ここですでに藤井聡太王位は金を打って、飛車を取られる手順というのは先手勝ちというのをほぼ見切っていたような状態で、以下その順というのを進めていきたいと思います。 え、それが4一角に4四金、そして3二角なりという手。渡辺九段も直感的にはこの取り合いはきついと思って、まあ、本譜のこの4三銀を選ばれていたようなんですけれども、ただ実際に乾燥戦で並べられていきますと、この手順というのが40数手にわたっていきます。 以下三3級飛車に、そこで6四歩と打って、まあ、これ、同銀と取っていきますと、7四角と打たれた際に、この次の5二金が受けづらく、これは先手小成プラス2300点となっています。まあ、つまり、この局面では後手の渡辺九段も一直線の切り合いにしていくしかありません。以下二2級飛なりに、そこで6六銀、同歩に、 四二銀と進めていきます、まあ、ただ、ここでですね、なんと、私の AI をまあ現在、かなり読ませているんですけれども、この局面での評価値、42、まあ、銀と打ったところで、まず、勝率としましては、藤井王位の方が若干不利というふうになっています。現状、後手有利の353点というふうに表示されていて、これはつまり、は目から見れば、渡辺九段の方が、実はこっちの手順の方が良かったんじゃないかというところです。ただ、ここからさらにどんどん の手順を進めていきますと今度は先手が小生になっていきますえつまり AI でも現局面読み切ることができていないということでそれが6-1玉に6-3不なり 同銀に5三銀なりという手です。これは次に8三角から7一玉、え、そして6二銀からの、まあ、ちょっと手数としては長い詰めろとなっていますので、え、ひとまず渡辺九段側からすると、三3二飛車と馬を取るしかありません。まあ、こう、後手としてはこの一手という手順を進めていくわけなんですが、この6三なり銀まで進んでいくと、ようやく AI は、後手の数手後における超手数の詰手順を発見することができ、え、ここで、現状先手の方が優勢と表示されています。まあ、人間感覚ですと、こちら こちらの局面、まあ、そもそも後手玉が詰めろになっているのかわからないという場面ですしえまた自玉がこれえ金2枚はありますけれどもただ角銀桂と風3枚そして6六に拠点がいますので、まあ、6七角などと打たれても、まあ、これで果たして自玉が大丈夫なのか安全を読み切るのも難しいというところですただここからどんどん手順を進めていきますとえさらに先手勝ちということが判明していきます 77玉に、まあ、ここでも後手としては、この6級の金を取ることができますので、下駄を預けるぐらいしかないんですが、そこで6二歩と打っていきます。そうしますと、なんといきなり現局面では、先手が勝ち、23手詰めに入っているということで、まあ、ひとまず例えば、5一玉などと逃げていくと、これは5二銀から全部生産した後に、同玉、そして6一角と打っていけば、積み筋に入っています。 4一玉には5一飛車と打って、まあ、これでどんどん3二玉には3一金と打っていけば大丈夫な形ですし、また変えて、ここで6三玉と空中の方に逃げていきましても、5二銀と打って、これでちょっと上が広いように見えるんですけれども、5四玉に7二角なりとなっていけば、6五玉にもそこで7五飛車、そして玉を上がって、最後に5七金と打っていけば詰みとなっています。つまりこの6二歩に対しては後手の渡辺九段側からすると、同飛車と応じるしかありません。ただ これも超手数の積みということで、同成銀同玉、そして6三歩と叩いていきます。同玉に6四銀と捨てて、えいか同玉に7五角と打って、どんどん玉をこう釣り上げてから、最後にこの7五角から、え、飛金銀の持ち駒まで後手玉を追い詰めていけばいいということで、6三玉に6四飛車、そしてまあ5二玉とこちら側に逃げることができるようなんですけれども、えいか4二金と捨てて、 同玉に44車とやっていくと、これが綺麗な両手です。52玉に、そこで42左。今度は、左の方に追い詰めていった後に、頭金までで詰みということで、まあ、見事な収束となっています。ということで、まあ、ご覧いただいたように、現局面、63成銀としたところでは、本当に後手玉は薄い詰めろとなっていて、この局面を見た渡辺明九段は、いや、確かにこれが薄めでも詰めろなら強いなと、そのようにコメントされていました。他にも何か攻防手があれば、 まあなんか後手の方が詰めろ逃れの詰めろでま勝ちになりそうといった場面でもあるんですけれどもどんどん検討を重ねていきましても先手勝ちというのが全然揺るがずまた AI の評価値としましてもま先手の方が優勢、勝勢というのは変わっていない状態でありましたのでま結局のところ後手のぴったりとした受けがなく先手勝ち藤井王位の方が勝ちだったということがわかります、まあ、しかしこの局面に入ってもまだ本当に先手が勝ちなのか人間の目では全然確認することができませんのでまそういった先の 先までで読んでなおかつこの形成判断も超絶ぴったりとなっているこ藤井王位の終盤力。 ま果たしてタイトル戦で誰が勝つことができるのか逆に不思議なぐらいですでも本当にこの先ほどの6 4金と打った局面では手数としては107手目となっていますのでいやこういった40数手も先の手を読んでしまうのであれば将棋の結論を人力でつけてしまうのも早いかもしれませんそして4つ目のハイライトはこちら現局面は本局の投了図7 4 k という局面になっています え、実はこの局面では、え、渡辺九段側からすると、え、ここで先手玉に対して、持ち駒を渡さずして、必死をかけるという順がありました。え、先日の解説動画では、え、ここで7八銀なりであるとか、あるいは7八金寄りという風にやっていけば、まあ、これでほぼ必死がかかるという局面という風に解説していたんですが、え、ただこのようにやっていきますと、え、これは手順に同角という風に取られた際に、必ず、え、銀か銀を渡す格好となりますので、え、これで駒がぴったりと垂れて、え、みという風なところでした。え、ただ私は後ほど、 この後に ABEMA の解説を聞いていたところ田村康介師団が一局の振り返りで。 いやー、渡辺さんも最後 94K と打てば必死なので、下駄を預けるならそういう手もありました。ただ、この直前の 74K が21手詰めの詰めろで、改めて藤井さんの恐ろしさを知った一局だったと、そのように述べられています。そう、実は現局面では、渡辺九段側からすると、この相手に持ち駒を渡さずして、これで次に 86K を見せることができれば、例えば一例として6球、6九角と銀を取っていきますけれども、このようにやっても、桂馬を跳ねて玉を逃げて、そして7 7八金から同角そして同金までの詰めろをかけることができます、まあ、ここで先手陣としましては飛車などを打って受けてしまいますと後手玉に対する詰めろも消えてしまうところでありましたので形作りをするなら9四桂と打ってそして下駄を預けるという手もあったんですがただこういったところをしないところが渡辺九段の美的センス寄付を美しく残そうそうそういった思いが感じられるところでもあります、まあ、一応この9四桂と打った場合の後手の詰手順も少し解説していこうと思いますけれどももしこのように やった際にはそこで一度8-1飛車と下ろしていきます7-1歩と相駒させた後に6-2桂なり同玉にそこで7-1飛なりとなっていくのがこれまたぴったりの順で以下5手詰めとなっています 同玉と取りますけれども、4一竜と金を取って、バッサリとこの竜2枚、飛車2枚を捨ててから、7二金と頭金も打っていけば、まあ本当に教科書のような詰めろですね。まあですので、本局振り返ってみれば、渡辺九段も最後の一手、まあこの9四桂で、まあ、明快な一手差にすることはできていたんですけれども、まあこういった形をファンの方々にはあまり見せずに対局を去っていったというのは、まあ一勝負師として、まあ本当に美しいところでも な,ったなといいう,うに思いますそして5つ目のハイライトの紹介となるんですがこちらは藤井聡太王位が今回、この王位戦を防衛されて異様を成し遂げました。 え、そちらが衛星王位、ダブル衛星称号というところです。え、直近の、ま、タイトル戦状況なども、ご確認いただければと思います。え、まず、え、この藤井王位は、この王位を獲得されたことによって、将棋タイトル通算獲得数の、え、上位者に6位に組み込むこととなりました。まだ22歳という若さなんですけれども、え、タイトルが24期目ということで、ま、これ、恐ろしいところですね。まあ、藤井王位は、下から順番にこう見ていきますけれども、え、第10位が加藤一二九段、え、そして、 第9位は森内俊之九段12期佐藤康光九段が第8位で13期第7位は米長邦雄衛生規制19期そして第6位が藤井聡太王位 24期となっています残るは上野騎士が5人というところで、まあ、谷川浩二17世名人が27期渡辺九段が31期中原誠16世名人が64期大山康春15世名人が80期そして皆さんご存知の羽生善治九段が99期となっています、まあ、この99期も本当に伝説的なところですけれどもただ藤井聡太王位がこのペースでずっと獲得していったとなると、まあ、おそらく30歳ぐらいにはもう100期に到達 しししていていいいもおかかくななんじゃないでしょうか羽生九段現在50歳を超えていますので、まあ、そう考えるといかに速いスピードであるかがお分かりいただけますそして近年の大井戦七番勝負を見ていきましょうこちらは2013年からの表となっています2013年から2017年までは羽生善治九段が6期連続で獲得されていて18年は菅井達也八段19年が豊島正彦九段20年が木村和彦九段 そして21年からは藤井聡太老位が5年連続で獲得されています。まあ、こうしてみると、ハブヨシシャル九段が、こう平成時代はタイトルを総なめしていたところ、平成の終わり頃から、ま、令和の始まりぐらいまでは様々なトップ騎士が争って、そして、ま、藤井聡太老位がその後に大活躍されるといった具合で、時代の分かれ目も垣間見れるところです。え、そして最後にこちら。 将棋の衛星称号資格獲得年賞記録も見ていきます。こちらは今回藤井聡太王位が、まあ、衛星王位を獲得されたわけなんですけれども、現在年齢は22歳1ヶ月となっています。この若さは歴代2位というところで、1位はじゃあ誰なのか。こちらも藤井聡太衛星規制となっています。まあ、つまり上から2番目を塗り替えてしまったということで、まあ、下から順に見ていきますと、中原誠衛星名人、こちらが28歳という若さ。 ま本当に凄まじいところですけれども、え次に羽生善治、衛星王位、26歳11ヶ月、羽生善治、名誉王座え、こちらが25歳、羽生善治、衛星棋聖、24歳、そして今回、まあ、このタイトル戦で戦った相手は、渡辺明、衛星利用24歳7ヶ月、まあ、いかに渡辺九段がこの天才騎士であるか、こちらが本当にお分かりいただけるところだと思うんですけれども、まあ、さらにその上をいく、羽生善治九段、衛星棋王、24歳5ヶ月。 そして3位が中原誠衛星規制23歳11ヶ月そしてその上にこの藤井聡太衛星王位と衛星規制がいるということでいやもう本当に凄まじいとしかもう言いようがないですねそして達成条件の方を見ていますと、まあ、やはり通算5期であったり連続5期という比較的短めな条件の方で年賞記録を獲得されることが多いようです、まあ、これは当然といえば当然だと思うんですけれどもタイトル戦は1年に1度しかありませんので、まあ、逆を言えば例えば衛星 王将のような通算10期必要な、まあ、こちらの衛星称号を獲得してなおかつ年少記録を更新したとなればもういつからプロ棋士になってタイトル獲得しなければいけないのかもう逆算するだけでも大変というところです、まあ、今回はそんなところでこちら藤井聡太を射たい渡辺明九段の衝撃的な感想戦 そして23手詰めと AI 越えを解説していきました。今回の解説がわかりやすかった、また面白かったと思われた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画をお楽しみに。